1月2日にですね、えー、羽田空港ーシーカス走路で起きたですね、JAL、えー、機と、えー、海上保安庁機の衝突事故、これについて解説したいと思っております。JAL、えー、機の乗員乗客はですね、えー、衝突後ですね、火災を発生、 エンジンが爆発して火災を発生させましたけれども、守備よくですね、乗員客全員がですね、脱出に成功しまして、 え若干の負傷者はいたもののですね、えー、死亡者はいないということで大丈夫だったんですけれども、まあ、衝突した海上保安庁機は基調ね、重傷らしいんですけれど、重傷のやけどを負ってるらしいんですけれども、うん、え彼を残して、えー、残り5人はですね、殉職ということで、えー、今回のですね、えー 地震、北陸の大地震に救援物資を届けるためにですね、実は2回目のフライトだったらしいんですけども、1回、えー、小松基地でしたかね、に行って、えー、もう1回戻ってきて、えー、ピストン輸送してたんでしょうか。あそれでまあ離陸する、まあ、ボンバルディア製のですね、プロペラ機なんですけれども、えー、なんとですね、これはあの、東日本大震災で仙台空港にあった機体で、 えー、津波の被害を受けたもののですね、再整備をして復活した唯一の機体だったという、まあ本当数奇な運命を辿った機体なんですけれども、今回、えー、まあ本当にあの北陸の大地震に向かう途中にですね、えー、まあ衝突して炎上、えー、もう破壊されたということで非常に痛ましい事故になっております。でこれについてですね、いろいろその、 えー、まだ、えー、事故調査委員会が、ま、組織されて、またですね、警視庁の方はですね、業,業務上過失致死、えー、これをですね、えー、視野に入れて捜査をしているということなんですけれども、まあ、原則として、こういった航空機事故に関して言うとですね、 えー、刑事責任を追求するというふうな話になると、真相をね、お話ししない人たちとかが出てくるので、まあ僕は危険だと思いますので、本当に自己調査委員会の結果を見てですね、再発防止策を練るという、えー、そういった方向性で進んでほしいなというふうに思っております。まあ事実関係、えー、って言うとですね、まああの、管制官はですね、えー、j a l キーには、えー まあこれ、えー、アクアラインの方からやってきたんですかね。アクアラインの方からやってきた新千歳空港から羽田空港へ向かう。着陸してもいいよというようなあ無線のメッセージは、まああの無線のね、あの更新ログがですね、有志の人たちが、 え、航空無線をですね、えー、受信をして、えー、ネットに上げるサイトなんかも今あったりとかするんですけど、遡って聞くこともできますので、えー、そういったサイトで分析をされており、このシーカス走路というですね、こちらの方ですね、えー 東京都心からやってくるルートの場合は、南風の時でも、まあ、あの、着陸できるようなルートなんですけども、今回はですね、えー、おそらく北風に向かって、えー、アクアラインの方からやってきたんだと思いますけれども、えー、こちらの機体がですね、まあ、着陸許可をもらっていたということで、で、えー、通常はですね、これ C1 というところから離陸する機体はですね、そちらの方に並びます。まあ、実際今回ですね、 えー、デルタ航空機が多分一番前に並んでいた。これはあの、フライトレーダー24という、まあ、アプリでもですね、えー、ログを、まあ、見ることができますので、彼らが並んでいて、その後にも a ヌ機とかが何機か並んでいたような状況にあります。えー、ただですね、この、会場ファ長機はですね、えー 普通のその、まあ、ボーイング787とかですね、こういったものに比べると比較的いい小さい。まあ、大型トラックと軽自動車みたいな。で、ゲンチャリとか、まあ、そんな感じの大きさの違いなので、えー、C5 というですね、えー、もうちょっとま、ま滑走路のまあ、3分の2ぐらいのところですかね。えー、こちらの方からあー、まあ、離陸をしようとしていたと。 で、えー、まあ、確認されてる、その無線のデータからするとですね、えー、まあ、その C5 の、誘導路の、まあ、停止線のところで止まって待っていってくださいと、えー。離陸許可が与えられるまで待っててくださいというようなめ、あのー、まあえー、メッセージが残されていると。で、まあ、今、えー、重症の基調にどうやらヒアリングをしたみたいなリーク記事、リーク記事が出てきておりましたが、 えー、機長の言うことにはですね、えー、理力強化が出ていたというふうな認識であるということで、ま、こう対立している。まあ、あの、JAL 機と、えー、会場あ、ごめんなさい、完成ですね、えー、羽田空港の完成は矛盾してないんですけれども、えー、 羽田空港の管制官の認識と海上保安庁機の基調の認識がどうやらか、あの、違っているということで、どうやらこの辺が争点になりそうかなというふうに思います。えー、まあ、あの、第一優先でナンバーワンという言葉がある通りですね、第一優先でそのデルタ航空機よりも先にその海上保安庁機が離陸することは決まっていた。 おそらくですけれども、被災地支援ということで、できるだけ早く離陸をしてほしいということもあったんでしょうけれども、どうやらもう侵入をして、離陸準備をしてたような、滑走までしてたような感じの言いぶりだったので、報道、まあ、離陸記事を見る限りはですね、離陸許可が出てたという認識であるということ自体とは矛盾しないのかなというふうに思いますけれども、どうやってそこの、まあ、 完成とですね、海上保安庁機の誤解が生じたのか。まあ、この辺がですね、今回多分争点になると思いますし、まあ、実際のところ、えー、これはですね、誰にでも起こり得る、一言ではない問題だと思います。日本ではですね、えー、私が知る限りこういった事故というのはですね、起きたことがありませんので、えー、まあ海外ではですね、ジャンボ機同士が、 地上で、同じようにですね、接触をしてですね、大爆発を起こして、乗員が、乗員乗客がかなり死んだみたいな。 え、事故もあったりとかするので、え、これまで逆に起きなかったことっていうのは本当に幸いだったんじゃないかなというふうに思います。え、重大インシデントと言ってですね、事故にはいたが、至らなかったもののですね、これはあの、運が悪いと本当に大事故につながるようなことはですね、え、このような、な、類似の事故っていうのはですね、え、報告されてるらしいので、 あの、羽田空港のようにですね、本当に分単位で、えー、離着陸を繰り返すような空港はですね、より注意をしなければいけないんですけれども、なんでこんなことになったのかっていうのは本当に、えー、まあ、実際あの、海上保安庁機もですね、機長と副機長、まあ,あの、パイロットとコパイロットいますので、二人とも間違えるということってなかなか考えづらいので、 ええー、どうしてこんなことが起きたのか。あ無線を切る、切る、ええー、聞く限りですね、クリアツランドということで、ええー、ランドすることもですね、ええー、決まっていたということで、滑走路を間違えたわけでもないだろうし、なんでこんなことが起きたのか。ええー、まあ、ね、緊急の地震の支援とか、まあ、地震へのですね、救援物資の支援とか、そういったミッションがあったから焦っていたのか、 まあ、はたまたですね、本当にボンミスなのか。でも、ボンミスって、要はヒューマンエラーでですね、こういった事故が起きてしまうというのはシステムの問題だと、要はその、空港の運用のシステムの問題だと思われますので、その辺はちょっと改善してですね、二度と事故が起こらないように、えー、してもらいたいものだというふうに思います。